ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、素敵な芋。はい、どうもこんにちは。初めましての方、初めまして、チャイと申します。のんびり伝説、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、パート15をやっていきたいと思います。じゃあね、今回は、前回、猿をね、4匹倒して、ブーメランも手に入って、コンパスも手に入って、と、まあね、たくさん道具手に入りましたので、探索の続きをやっていきたいと思います。まあマップを見ればわかると思いますが、コンパスを手に入れたことによってね、まあ猿がどこにいるとか宝箱がどこにあるとかがわかるようになったんで、まあそれに応じてやっていきたいと思います。というわけで今回はこちらの方をねやっていきたいと思います。はい、ではこっちを行こう。まあブーメランね手に入れたんですけど、めっちゃ使いやすいですね。遠くまでの道具拾えるわ、攻撃にも使えるわでね、ちょっとブーメランで攻撃していきます。敵出てないから意味ないんだったほらこんな風に種まで回収していきましたよ。どこに投げたいや、ブーメラン便利ですね。さあブーメランの出番その2、ここですね。ほいとまあこんな感じにあっという間に回収できました。よいしょ。でこっちの方かな、宝箱は。これはどうやんのかなこれが未だにわかん、あーもしかしてブーメラン、うん、やっぱりそんな気がしてきた。ブーメランのこの風車4つあるんですけど、これを回しましょうかね。2、3、4、どうだ。え、違うのなんか違うのかな、何が違うのかな。え、あ、間違えたくす、 A ボタンが基本決定だと思っちゃってるんで僕これこのゲームは逆ですからね、 A ボタンでしまうとかになってしまうんで、 B ボタンが逆に決定だとかだから、え、足りないのかな、 なんでダメなのかなこれ5箇所あんのえ、なんか足りない、あれなんか道があるぞ。これ関係あんのかな。お、宝箱あったこんなところにもありましたか。あ、でも黄色ルピーでしたハートのかけらが欲しいな。どうなんだろうな、あそこ何が足りないんだろう。あの宝箱はね絶対なんか重要なやつがね入ってる気しかしないんですよね。だってあんなねえこんな檻に閉じ込まれてるぐらいですからマップもうちょっと見渡せないかな。1箇所足りないとこあるとか、いやそうではないようだな。んー、それとも、こうやって集中してやってみるとか違うか。やっぱりこんなんでしょうね。順番に問題あるのか。こうやってみますか。お、来た。そういうことです。やっぱりそうでした順番か。 Z あー、そういうことですか。なるほどねさあ何かレアな道具かなこれは。お、部屋の鍵。さあついにボスの部屋に行けるようになりましたね。第一ボスどんなボスなんだろう、ちょっと楽しみだな何せパート15にもなったにもかかわらずね、まだ1回目のボスにすら行ってないですからね。うん、これ
猿ずっとここにいてくれてんのか。これはどこの宝箱かな。ちょっと見渡して見たけどもわかんないな。あ、これか。結構単純なとこにあった。でも黄色ルピーなんですよね。さっきから手に入るのはね、黄色ルピーばっかりですね。もうちょっとレアなものが欲しいな。よいしょ。さて、じゃあまだ行ってないとこ行きましょうか、そろそろ。前回エンダーしたあの場所にでも行きましょうか。ここですね。ここ風車がなかったが、ここじゃなかった、この先だった。いや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 、一緒。さあもう行っちゃいましょう。ここですね。ここのね、回さなきゃいけないんで、その前に切りつけろ。え、でもどうだ、これか。あ、いい、オッケーオッケー、よし。でこっからどうすんのかな。これはなんかいかにも4方向に進める。誰かいるの。いや、おおおおお。こんなとこで敵に遭遇するとは思わなかった。ふう、まあ雑魚的なので難なく撃破と。これなんか赤い点があるな。これ多分猿ですね。猿がここにいるのかな。でも何があるんだろう。まあここはブーメラン大活躍って感じでしょうか。さてと、今回はね、とにかくブーメランが大活躍してくれる予感ですね。ブーメランで切り裂いていきましょう。遠距離攻撃とか好きすぎて困る。よいしょ。あ、1個割れなかった。え、クモがいた。ちょっと、うおちょっと待って、今のはビビる。え、え、ちょ待ってよ、不意打ちとかやめてくださいな。あー、もう一ちょっと痛いとこだけど倒せてた。クモはどこにいるのか。確か、猿の声聞こえる。猿いるな、いるな。じゃあでも猿どこにいる。行ってみましょう。意味もなく行ってみる。おクモの巣、クモの巣があるってことは、ここに誰か。いやあ、こ、えー、怖い怖い怖い。でっかいでっかいでっかい、やばいやばい。そんな2匹もいらないって。またこいつが重要になりそうだな。びくともしないね、この。いや、花みたいなやつね、花のモンスター。またこいつが大活躍してくれそうですね。痛い痛い痛い。え、こお前じゃない、お前じゃない。あ、でも猿結構意外とあっさりいけるじゃないですか。こいつ関係ないっすね。じゃあねーってなれない。あれ。え、嘘、登れないの。それとも別の場所からな、何が違うんだろうか。ふう、あー、ミスった、タイミングミスったな、すっかり。で、落ち着いていきましょうか。落ち着いて暇ない。落ち着いて暇ない。ちょ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 、で、入れる。よし、これが爆発して何か起こんないかな。何も起こなかったら困るな。え、何もないのかと思ったら、
明るピー結構貴重ですね。300いっちゃったね。これは違うのかな、やっぱり場所、落ちる場所ってものがあるのかな。ここから戻るってことはそうですよね。あ、でもここが、ここから落ちたのか。じゃあいいのか。これだ。間違えた。こうして、あれ違うの、こうでしょ。あ、違うの。これはこうすんの。あ、こうでいいのか。落ちたー。でもこっちでもないのか。外れか、残念。戻りましょう。びっくりしたな、下を燃やせるとは思わなかった。はい、じゃあ、こっちじゃないってことはもう一箇所ある、ここかな。でもなんかもう一個ね、なんか違う。これをしまって、あ、違うよ、これ以外はもうないか。じゃあ行きましょう。あ、なんもないのか。じゃあここから落ちましょう。おい、ふう、いたー、お猿さん5匹目。これでいけるかな。甘かった。よし、さてさらなる猿救出ではいいとして、ここからどうやって抜けようか。まあいつも通りの抜け方でいいんだけど。はい、じゃあ、反対側行ってみましょうか。これが鍵使う、あ、そっか、持ってる鍵違う鍵か。そうなりますと、コンパスで確認しよう。ズームイン、この奥に行くの。こっち側行こうかな、なんかこっち側行った方がいい気が。ここにも宝箱あるから、なんか気になるな。じゃあ一旦そこまでカットします。はい、じゃあカットしたはいいんですけどね、鍵がないですね、どこにも。うん、だからこれは後からかな。うん、なんかそんな気がしてきましたね。ってことは最初に上行った方がいいのかな。上行きましょう。そしてよいしょ、炎が消えるってことはなさそうですね。よっしょ、じゃあ行きましょう。20分になってるけど、体力カットしてるからまだ12分も行ってないでしょ。うん、何のために行ったんだっていうね、本当に。まあ僕っていうかね、まあ初見あるあるですよね、そういうパターンは。隅々まで探索することが大事ですからね。うん、まあそういう、うい、猿がたくさんいる？ん？なんだこれは。猿がたくさんいる？はい、ミドラン。結局神殿の中を全て見回るには猿の力を貸してもらうしかなさそうだな。仕方ない、残りの猿も助けてしまうぞ。はい、じゃあまあそういうことで猿を助けましょうか。でこれはどうなの。毎度毎度のエンダーですね。どうなんだろうって言ってみた瞬間のこれですからね。ね、この先は行けないか。じゃあなんか行くのが怖くなってきた。なんか毎回エンダーしそうだ。
違う。ブーメランで動かすしかないな。で、これも動かす。そしてこっち、行きましょう。おお、また敵がいるよ。OK。そしてですね、このブーメランを使って、ロック。雲をね、まとめて、撃破しましょう。おい。気持ちいいですね。一家に一個。ブーメラン。って感じで。ね。うん。雲を駆除できますね、これで。一家に一個ブーメランって、ね。いやー、時代も変わるもんだなって。そんな時代じゃないけどね、今は。うん。でも、ブーメランは使いこなすと便利ですからね。本当にその言葉通りになりましたかね。しかしどこ行けばいいんだろう。本当に方向音痴の僕にとってはこれが本当最大の課題ですからね。のんびり伝説じゃなくて方向音痴伝説にすればよかったかな、題名。まあ変えませんけどね。いやー、とどめ。よーし、よっしゃ、まだいい感じに来てますね。いい感じにって何がいい感じなのか分かんない。まあゲームオーバーもないってことでいいんじゃないでしょうか。よっしゃ、もう一匹猿がいるし、ここで助けましょう。猿をた、ここの猿を助けたら今回は終わりたいと思います。ゆっくりした。うわ、まだ生きてたのか、お前。まだ生きてたのか。さあ、ハートポイントがこんなところに浮かんでいる。ふぅ、ゆっくりしたよ。お、なんかあるよ。んー、でもいいや、あれはもう拾わなくてもいいですね。体力マックスですから。これ結構難関だな。ここを乗り越えるっていうことですよね。そういうことですね。うん。何も今の高さならリンクぐらいだったらね、余裕で登れそうなのにな。まあそういうふうに一筋縄でいかないのがゼルダなんでしょうね。よいしょ。あれでもって爆弾もあるしさ。うわ、まだ生きてた。気持ち悪い。気持ち悪い今のは。多分岩の先でしょうからね。でもこれどうやっていく、どうやっていくのでしょうかね。これはどうするのかな。それでも OK なんだけど、やっぱここなんだよな。ここに登るためのあれなんですね。行かないか。難しいな。何かないかな。何がある？何の意味もなかった今のは。違うね。いきなり爆発させちゃったよ。あれ？でもなんか高さが低くなったように見えたのは、はい、気のせいでした。水中でなんかできればいいんですけどね。無理だな、これは。
ふう。では、一旦切りましょうか。はい。ちょっと行き詰まってしまって申し訳ないですけども。まあこのままね、やっても多分分かんないでしょうから。分かればいいんだけどな。ここら辺どうなってんだろう、本当にシステムがよく分かんない。違うね。とりあえず試しにここ行ってみようか。ですよね。はい、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。